豊永拓と豊永拓と豊永拓とストライク。豊永、はい、豊永拓とストライクでした。ご存じないですね。ご存じないですか。何ですか豊永拓と。自分で勝手に調べやがって。めんどくさい。さあ来ました宇治原ちゃんぽクイズです。さあ今日は何をするかというと、はい、一覧替え玉大食い対決だ。シンプルな戦いになる。シンプルな戦い。シンプルな戦い。負けた方が、うん、自腹で。とは当然やな、はい、どうはないのかな。一覧は今日だる。もうだいぶ昔。あ、そう、うん。あ、じゃあ有利だな。あ、言ってる。有利だな。しょっちゅう言ってます。俺ショックイ、ショックイ、ショックイ言ってんねや。しょっちゅう食ってる。ショックイ言ってます。いや、ピンチないからね、俺。まあでも美味しいから、美味しいから、まじまじ行きますよ。行きましょうか。行きましょう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 。さあ、もうね、はい、買っちゃいましょう。ラーメンと、追加ネギいっちゃおうかな。追加するやん。はい。そして、多分これね、味変したいと思いますから、お酢からの酸味。いっときましょう。これでいきましょう。この、大体これなんですよ。はい。いつもこの感じが出るんで、はい、いやでも絶対この後のこと考えたらここはシンプルにいいでしょ。ここはシンプルに頭いい。いや大体わかるやろ。じゃあ誰でもわかるんですよこんなこと。消防じゃあ大田洋紙、はい、一蘭といえば大田洋紙ですからね。来ました。はい、これはもう大体こう今日なの。あ、ニンニクも基本、うん、こってりでも基本でいいです。これねこれ白ネギと青ネギ両方丸すると両方もいただけるんですよね。はい。青ネギじゃん。プラスしてました。これ両方、これ両方丸するんで両方ね。青ネギだけ。いや、いらんわ俺。いらんの。うん。シンプルなその麺の味を一回ちょっと一杯目はね。そして出ました。なんかここやー。俺なんやもう。俺なんやもう。俺でも俺お前の癖知ってるもん。なんやもう。お前めっちゃ硬い肉やろ。うわー、さすが相方。よー知ってるね。はい、カップ麺とかにももうえもう開けんのってくらいすぐ開けますからね。お湯入れた後そう、もう40秒ぐらいで俺開けますから。基本や、基本さっき、はい、固めやな。超固、固め。はい、OK です。さあ、はい、じゃあ注文しましょうか。お客様、お失礼いたします。お客様、お失礼いたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちら、お願いします。はい、お願いします。お願いします。消防品よっしゃー、いくぞ。はい、お、来た、来たよ。こちら、失礼いたします。あ、ネギか、ネギ。いや、お腹膨れってこの。いや、ネギは大丈夫、ネギやから、言うても。はい。言うてもネギやから。あ、すいません。お待たせいたしました。はーい。すごいよ。行きましょう。さすが、スープ使われたらちょっと。うわー、ちょっと俺も結構久々なんだよね。いただきます。美味しいね。はいはいはい、はい、まず一杯目。うんうん、これは美味しいですね。あー、ええわ。うん、あー、ええわうまいわ。うんうん、よし、ほんまネギがええやくそになってるわ。うん、ほんまに九州に劇場ができた時ぐらいちゃうかな。ほんま花丸とかも紹介する。めちゃくちゃ前やん。そうやで、言うてるよ、めちゃくちゃ前やってるから。もう俺、いっぱい回るよ。この量なんや。なるほどなるほど。じゃあ全然、うん、全然買いだめいけますね。はい、入りましたよ。はい、来ました。私もいいでしょ、これ。あとちょうどいい感じ、ネギが残んねん。うまいね。じゃあ、行きましょうかな。はい、行きましょう。はいはいはい、置いてないんでね。はい、置いてないのね、これ。置きますよ、はい。はい、無理すんなよ。あ、無理すんなよ。無理はしてないですよ。全然無理はしてない。もう、行くよ。玉数行くよ。玉数行くよ。そう、玉数が勝負やからね、今回。いや、麺の本数にしたらなんぼやねんっていうぐらいでよ。玉数でいいやねん。めんどくさい。はい、早いのよ。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、はい、煮た豆、煮た豆投入します。よいしょ、来ました。
はい、よし、では行きますか。じゃあ行きますか。うん、あー、うん、同じぐらいうまい。一杯目と同じぐらいうまい。うん、結構サクサクいけるね。2杯目もラーメンを食べる時の擬音でサクサクて。いや、サクサク進み具合と。はい、もう行きます、次。どうぞ、あの、はい、本当あのスピード勝負じゃないんで。はい、お願いします。はい、ネギ、ネギもらおう、ネギもらおうかな。おネギもらおうかな。おいくらでしたっけ。130円ぐらい。あー、お安いのね。はい、こちらお待たせいたしました。はい、それでは失礼いたします。いきます。もうもうな、もうええ年やねんから。はい、すいません。ここでネギを追加するという、うん、ネギを追加するというこのね、余裕な感じを本当に皆さん全国の人に知ってもらいたい。ペース上がっていたらちょっとごめんなさいね。すいません。ペース上がってきましたよ、私。こんな美味しいスープ作るから麺が止まれへんやないかい。あー、ちょっとうるさい、ちょっと待ってね、ちょっと隅田店やね、え、他にお客さんもいてらっしゃるんで、ちょっと、はい、ありがとうございます。あー、こんな美味しいネギ出すから麺が止まれ。白ろって言うんだけど。失礼いたします。入ります。入りました。よいしょ。こんな綺麗にね、こんな目に優しい緑のネギ浮かべられたら麺止まらへん。油分解してくれんねん。はい、ありがとうございます。おかわりください。うまい。うん、さあここでちょっとブーストかけます。ブースト、ブースト、はい。お疲れーん。言ってたやつや。知らんよ、知らんよ。俺がオスカランの酸味を使うとどうなるか知らんよ。もう知らんよ、俺。もうオスカランかけて替え玉来たらもうその前からの俺もうスープにつけずにもうオスカランの酸味。オスカランはどう言ってるんだよ。それ麺をたまにそのまま言ってるだけやんけ、お前が言うのは。はい、出ました。これです、オスカラン。何やそれ。はい、オスカラーン。オスカラン言いながら分けてね。酸味ですよ、酸味。これでかかんのよ、うん、ブーストが。うん、うん、味変にもなるしね。うわ止まらん、すごいブースト。まあ、でもうまいからな。ブーストかかってない。全然ブーストかかってない。なんかペースダウンしてる今。オスカラーンって言った後めっちゃペースダウンしてるよ。どうでこで何が。ずるいわ、原西。何がずるいの。2日何も食べてるらしいで。スタッフに一蘭の替え玉対決するって先に情報を仕入れて、そっから2日食べてないらしい。俺ほんま、このここの一蘭に来るまで俺、うん、住んでるとこまで俺パン食べてたから。なんでなんでか分からないの。なんでパン食べんだよ。え、一蘭に向かってるって分かってるんですね。分かってない。ちょっと来る途中に美味しそうなパン屋さんがあったんでちょっと寄ってしまう。パン好きやからね。
その勝負ですわ。2日何も食べてあられしと直前までパン食べてたもん。わかるでしょ。じゃあうん、いきますか。おかえりなさい。はい、ありがとうございます。おいしくいただいてます。ありがとうございます。言わんで、少々お待ちくださいませ。なあお前、なあ、有吉ゼミ呼ばれようとしてんのかお前。なあ、おかしいもん、そんな頑張んの。頑張るって入るからやんか。さあ、俺後半伸びてきますよ、うん、スープ長くなっちゃう。うん、お疲れさー。全部いった、奥さん全部いった。ちょっと伺ってみましたね。でしょ、うん、俺羽根ちゃんこの時を待ったのよ。これがこっからやっと止まるかもしれない。自分が止まった時にやっぱ相手にバッと食われるとやばいって焦るでしょ。うん、それ焦る。そうなってくると、うん、腹パンパンになってくるらしいね。いやもうパンパンやろ、パンパンやから止まんねん。そう思うと焦ると、あ、余計にね、焦ると腹パンパンになってくるらしいから気をつけや、うん、なあ、俺はこの時を待ってたみたいなとこあんねんで、話がやばい、平均値の違いが出たかもしれない、ここで腹にしが腹パンパンになるのを待ってた、この時食べへんやん、全然。なあ、なったのか、パンパンになってきたって言うてるやん。なってきたやろ、やばい、うん、なってきた、まだまだ入るよ。そうやろ、うん、それを待っとんねん、伸びるでね。超固め、だから超固めにしてんねん。なるほどな、うん、相手の、うん、な、戦況を伺いながら。うわー、食い切りましたよ。1,2,3,4,5,6杯食い切りました。なくなりました、これで。おかわりください。うまい、うまくなるんちゃう、これ食べたらもうスープペコペコ言うてる。いや腹膨れるやん、こんなでも腹膨れるやん。そういう封筒入ったんですよ、いたやろ、ガーンと飲む人。あ、おったな、水と水粉が。そう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 。さあ、出たよ、ヒギ。なんかあんの、ヒギ一本麺作戦出たよ。一本ずつ食べることによって、はい、もう食べてないって脳に錯覚さすというね。皆さんでお待ちくださいませ。ということは、いや、わかんない、それはお前やった方法かもしれない。そうそう、満腹中枢がバカになる、うん、ね、はい、わざと狂わしてるみたいな。300歳以上しなダメと思うんですけどね、全部食べるためには。僕はとも同じペースで食べれば負けはないです、はい。もう食べれません。もう食べれません。いいんですね、はい。さあ、というわけで結果発表いきましょうか。ネギはな、5杯、食べてないから4杯か、実質4杯、ほぼ5、どっちでも負けなんですよ、ほぼ5ですよ、はいはいはい、僕1,2,3,4,5,6杯、6杯目いってるんで、計7杯、7杯ですね、これ、まあ4、はい、だから藤原としては11杯ね。いや、分からん、勝負ピン習えばいいんでしょ、はい、というわけでございまして、一蘭の藍玉勝負はだいぶ中盤からも安定してました、今の勝ちが。動画的にすいません、なんか本当にもう逆でなくて以上でございました、ありがとうございました。いや、でも払う、だから払う、あ、そうや、払いますよ。いくらですか最初は。普通のラーメンやったから1000円ね。
はいはい、そうね、鶴瀬ね、じゃあお前にあげたいよね、これね、そうそうそうね、そう、あとは支払ってください、全部あの、分かってる980円からね、20円ね、20円、80円、80円、はよ、はよ、よしよ、20円ね、20円の固め、超固めや、20円やめて、やめて、それあかんね、今コンプライアンスね、いや、もう来たけど、固めや、何入れよ、固めって超固めや、はい、割り方、いた割り方、注文いただけましたね、いやいや、いや、してません、割り方、割り方いきました、いや、鳴らしてませんから、やめてください、やめましょう、やめましょう、やめましょう、はい、お酢からの酸味、ナイス、はい、赤いヒレのタレ2分の1、はい、チャーシュー追加、いや、はい、青ネギ、あんこ塩ネギ、青ネギ、あの塩ネギ、お前は美味しい召し上がり方、ほらこういう感じ、いや、見てみて、注文でもなんでもないやん、なあ、書いて、呼んだスタッフ大募集、呼んだ、こう書いてある、スタッフ大募集、お見て、スタッフ大募集なんか売ったぞ、どっかで行った膝は、これや、これや、これ、荷物かけに、やめましょう、やめましょう、ほんまに、お前、病気悪いですよ、すいません、ほんまに、すいませんね、ちょっとちょっとね、お客悪いですね、今、他にお客さんいてらっしゃらないので、はい、ちょっと勘弁、そうね、4450円、一覧で、よし、じゃあ、はい、というわけでございまして、一覧替え玉対決、お前、なん、お前、そんな食えたっけ、お前、食えますよ、これ結構大食いの時、俺食いますよね、はい、ということで、金かかったのも強いわ、私の圧勝でございました、ありがとうございました、はい、はい、ありがとうございます、一覧ありがとうございました、チャンネル登録お願いします、もれなく何ももらえません、そらそうやろ。